江戸さん、どうしたんですか、この人だし。お腹出てた。そうなんですよ。いや、前から昨日すごい負けてた。自由すぎるな。すいません、すいません、はい、あれ、シトエド君じゃない。いやいやいや、僕らのスタジオなんですけど。何しに来たんですか、この後。今日ね、実は集まって、はい、マスターズの持ち込み企画があるんですよ。まあまあ、僕らはじゃあ帰るんで。いやいやいや、今行っちゃうから。そう、横流ししちゃうから。からやりかねないぞ、この人たち。何やるか、ちなみに教えてもらっていいですか。まあ、ちょっと口で説明するとあれなんで、はい、こちらです。あ、俺らがつくんだ。イニシャル B 目隠しボート。これはボートを愛してやまないマスターズ発案のド M 企画。ルールは至ってシンプル。これから予想するジョーの名前、レース数、出走メンバーの名字の一文字目のみの情報を与え、残りの情報は全て隠して予想し、実際に船券を買ってもらう。しかしさすがにこれだけだと無理があるので、今回はチャンスカード12枚を用意。このチャンスカードは1レースに最大2枚まで使用可能だが、どの番号がどのチャンスカードかはマスターズは知らない。今回は事前にシトエドが面白そうと思ったレースを6つピックアップ。買い目が決まったらシトエドの方で代理で船券購入し、レースを見守る。ボートオタク4人の情報、知識、経験が試されるこのほぼ無理ゲー企画。果たしてこの限られた情報の中で出走メンバーと船券を当てることはできるのか。で、僕らがクイズを出して皆さんが回答して、船券ももちろん当てて爆益を出す。新しい船券の楽しみ方ですね。そうですね、そういうことだ。詳しくはこちらです。だから俺らがやんのかよ。なので早速ですけど、はい、僕レース選びました、シトエドの。ありがとうございます。まず1レース目は、まあ、芦屋ですよ。芦屋で今何やってるか、はい、おそらく4人は分かってると、うん、まあまあまあ、その中で今1文字目だけ出しましたので、はいはいはい、これでパーフェクト出してください、はいはい、これチャンスカードいらないですよ。いらないんですよ。いらない。これはだってさ、いいよ、始めよう。3番は結構限られてますよね。これはもうまこなつみだと思う。まこなつみさんだと思う。はい、これも確定です。一応誰って予想するか。いや、僕あの実は芦屋見てなかったんで、まあまあそうそうする池田さんだよね。ただここね、すげえポイントが分かれるのが、ヒロミくん、夏美。これ池田浩二っていうパターンないですか。いや、ないです、ないです。いきなり出てきた。池田、ほら、ヒロミさんの浩二。いや、池田浩二になっちゃってるけど。ほぼ女子戦。ほぼ女子戦の池田浩二だったら買いだよ。池田真嗣だったら結構きつくなるよ。ここは松瀬さんか。じゃあ、三松さん。あ、三松さんか。だから松の頭は松瀬さん。さんこれ、三さんは松瀬さんでいいか、もう決まり。川野さんか。それか、河合萌えちゃんっていうパターンもね。河合萌えちゃんね、なんか、勝つも見てんだよな。河合萌えちゃんなんかのパターンもあるよね。これ平田か、平田かさんか、平田さん。これ多分平山さんだと思うわ。平山さんは出てたんですか、大さん。足に記憶にない。ないんかい。ない。まあどの道さ、平田さやかさんでも平田かさんでも平山さんでも強いんだよ。でこれ1号艇どっちにするか。そう、これにするか。これね、夏美じゃないかと思うんだよね。チャンスカード1個ぐらい、1個だけ使っていいですか。チャンスカード使われます。チャンスカード、はい。みよさん、じゃあ番号番号言ってください。7番。7番のチャンスカードは勝率です。よっしゃー。 OK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 。 これは俺は勝負。でかい。簡単にやってこれは、指定したところの勝率だけです。あ、じゃあ1だ。1号艇の勝率だけ。1号艇の全国勝率が 4.54。 あー、来た取った。予想こうです。で、これ各500円ずつぐらいいきます。なんかどっかドラスピンの1からの245245で45の全。いや、500円ずつね。おつも分かってんだもん、俺たち。お、来た来た、見れる。これリアルタイムで来てますからね。1番は今出るんじゃない。1番ここで出る、まあ、でも1番ここじゃ分かんないんだもんね。ちょっとヘルメットじゃ分かんないんだよな、俺まだ2番。ヘルメット、うん、ヘルメットも面白いかもしれない。ヘルメットはね、2番どう。池田、池田だ、池田、池田、池田、ここまでは、池田はもう分かんないんだ。何だったか分かんねえな、おい。2番、池田なじゃなかった。2番頼む。カタカナで何だったんですけど、わが子、え、池田、池田なるか、じゃあ池田、池田なの。池田しか書いてなかったんですよ、今、うん、確かにカタカナでちっちゃいの書かないですもんね、はい。さあ、行ってみよう、かわいもんや。結局誰かわかんないって。結局誰かわかんない。わかんねえや。結局、なんだこれ、レース。やばい。こんな感じでレース見なきゃいけない。これどうなんだ。水面は悪くないよ、これ。
ちょっと向かい風だ。あ、1頑張ってるな。1頑張ってる。頑張ってる。4はいけない。あ、これ、イン逃げだったらある。これ川野芽さんじゃないか、4。スタート遅いよ。これ当たったんじゃないか。これまこちゃんでしょ、これ。これで、1番で、よし、潰した。あーやられた。あーこれ平高じゃねえか。これもや、まこさんのやっぱりね、まこさんの一発だ。いや、ちょっとこれターンで、もうターンで判断するしかないから。確かに。でも、それだけ外れてるんですよ、大さん、これ。やっぱ1号店はちょっと違ってたら。いや、こらえれたな、でも。これすごいターンだな。平高だ。平高だ。ムチ君、高校生走ってたってじゃん。いや、だから2回目来たんだよ、これ。じゃあ1マークの感じが平高だったんだよね。平高だった。え、2番は誰だ、これ。あの、まくり残したってことは松本明恵じゃないか。あ、松本、やっぱそうだ。あー、違ってる。1が池田さんで、2が松本明恵さん、3番が真子夏美さん、4番が河合萌恵さん、で、5番が平高奈々さん、で、6番が分かんない。これは清野さん。また清野さん。ターンがいいもの。でも清水関さんの。あ、でもこれ2が入る。おお、やばいやばいやばい。いや、1もいいの。1もいいの、これ。おお、頑張ってるな。いや、分からんと思う真剣にレースかけるよ。いや、これはけど、どれみち仮に収束表知ってたとしても難しい。難しい。はい、ということで、はい、まず船券は不適中でございました。まあ、でしょうがないです。で、答えだけ言います。池田夏美選手、当たりました。はい、2号艇、松本明恵選手。はい、これ後からね。はい、うわー。で、真子夏美さんも合ってました。はい、ここだよね。4、河合萌衣。確かに。さすがです。で、5が平高さんの、6が清野さん。あー、一番強いとこ外してる。一番強いとこ外してる。今が1レース、こちら。うわ、いやー、むずいなー。中2人来ちゃったもん。台も2人いる。うわ、これ、これだから、とりあえず、あの、玉川の1レースはシード番組と思って考えるならば、1号艇は、まあ、A 級。A 級。で、4号艇も A 級なんです。A 級の岩で言えば、例えば、岩瀬さんとかは、今、ガマゴリ走ってるから。ああ、そっか。うん、だから、岩瀬さんとかはない。けどさ、逆に岩の A 級って岩瀬以外に、あ、岩崎よしみさん。ああ、今 A 級の岩難しい。岩崎まさや。あ、岩崎まさや。岩崎まさや。じゃあ1コースは岩崎まさや。逆にこれ岩崎まさやさんでも岩崎よしみさんでも全然逃げれるから。またそうですね。じゃあ次4番中島か。中島くんだったらちょっと怖いんだよな。じゃあちょっとチャンスカードいきましょうか。あ、いいですよ。じゃあ3番。3番は渋でございます。二号艇に使った方がいいと思うんだよな。壁になるかどうか。まあ確かに。二号艇渋でいいですか。はい。二号艇の渋が、埼玉でございます。やった。大沢ひろむだ。大さん、これはね、取った。ファインプレー。ファインプレー。まあ、だから4番も知りたいよな。4番知りたい。2個いってもいいですか。もちろん、あの1レースにつき2個までチャンスカードは使える。じゃあ、いいですか。10番お願いします。10番。統治勝率。かわいいな。外れだよこれ。外れ。ここに使ったらいいんじゃないですか。5が新人かどうか分かるじゃないですか。あ、0かな。0とか。0か。5番の統治勝率 1.26。 あ、ほら、新人や。新人だ。新人か。あ、島崎丈一郎みたいな子もいたな。あの子、東京の子だ。この間、薄い人生かなんかあげたらどうだろうって言ったよね。やっぱここ。ここだよね、なんか。欲しいよね。中村。中村2枚でもう行きましょう。中村か、渡るとか。たける。ちょっと待ってくれ、分かった。埼玉支部がいるっちゅうことは、はい、埼玉支部の選手来てるから、たけるだ。たけるだ。中村たけるだ。そう。中島慎二さんとか。あ、あるね。朝走ってるわ。はい。ここはもうシンプルに124、142が人気になるんで、ここ押さえていきましょう。うん。これプラスになるんで。あ、じゃあこれ全部1000円で買わせてもらえますか。いいよ。1000円で。まあ、シート番組やから。シート番組やから。これはもうだって、当てて当然だから。すみません、山崎君、予想お願いします。はい。4が中村健さんと信じて、で6レースであの王のどなたか、うん、まあそこそこの人だと信じて、6号艇が分かんないだけに、はい、ミスター X 買わなきゃいけない。おっと、来た。あれ、この赤い、あ、埼玉でしょこれ。いや、ピンクです。あ、ピンク。ピンク。あ、大沢くんってピンクのパンツじゃなかったかな。そうだ、これ違うな。誰だ。ん、そう、ピンクパンツだってる。大沢くんってピンクパンツだった。ピンクグループ。中田さんヒットの全然わかんねえぞ。1号艇もピンクだった。今、いや、1号艇がピンクか赤か、ちょっとこれ中村健さんピンク。全然猫しかわかんないんだ。なんだよそれ。名前映してくれない。
ほら、祭りだワンだ。祭りだ、よし、これとりあえず。よし、これはそうだ。でも、あ、コースは並びが変わってない。変わってない。これは新人じゃないかな。いや、6もなんかちょっと今の感じ、新人っぽかったな。黒パンだったね。あの、何の情報もない状態でボーってやってると、本当にさ、飲み込めないよ。とりあえず、タケルさん行ってくれ。タケルさん、タケルさん。あ、行ってる、行ってる、行ってる。タケルさんか？よ、行ってるよ。あ、これタケルさんだ。タケルさんだ。タケルさんだ。これタケルさんか。行った行った行った。よし、よし、行った行った。このスタートはタケルさんだわ。これ6もスタート行ってますよ。6もスタート行ってる。絞れ、あー、ただあと124、124があるんで。よしよしよし。あー、ちゃんと当たった。あれやべ、6がうまい。6がうまい。いや、6がうますぎる。6ないですよ。ないのか。6ない、6ない。6がうまい、やばい。6がうまい、これ誰だ。だからこれ中村タケルさんだから4は。大丈夫。よし、大丈夫、大丈夫。とりあえず1、2、4なら、これ間入っちゃったよ。やばい、これちょっと待って、逃げろ、逃げろ、逃げろ、あ、やばい、離れた。これ6がうまい、うまい、やば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 い、誰かわかんないけど、誰かわかんないけど、とりあえずこれ当たりは、当たりました、当たりました。一体誰なんだ、誰だ。やっぱり当たるね。はっきりしたことは、6号店も大川しげみさんではない。これね、あの、映像がいい感じでぼやけてるね。よし、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 6番いいね。6が結構いいな。6が出てるな。6番いいね。ミスエクスが、ここどこ、これでも見えないか。これ、猫なんだよな。名前がわかんないよ。これ、ホームに来た時しかわかんないけど、ここチャンス、ここチャンス。誰誰、もしくん見て。岩永バサトだ。あ、大沢、あ、中村だ。岩永バサトだ。愛知だ、岩永バサトだ。大沢、大沢中村さんだ。一番違ってるじゃん。今だけ待ってたもん、まず A 級だね。ここはほら、祭りだまんだから。確かに勝つのは分かってる。確かに。いや、やっぱタケルさん欲しかったな。いや、あと6気になりますね。6気になる。6だろ。いや、いい走りしてた。あのスタートはやっぱりタケルさんだね。ちゃんと行ってましたからね。ちょっと行ってなかった。行き切ればこっちもあったもんね。ありました、ありました。よし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 。よし、で、1、まあでもこれ2かだよね。いや、つかない。まあつかないけどね。ただ6番やればね。まあでも、1、4、2よりはいいんじゃない。多分、いや、同じくらいかな。同じくらいかな。いや、でもまあ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 。いや、なに。すごい。よしよしよし。さすが。よし、ナイス。いやあ、いやー、ガミツより200件ガミっちゃいました。ただ出走表のほぼほぼいいとこあって出たなぁ。こんだけ分かってたら素人の方は船券で勝ってると思いますよ、みんな。これもですね、あの、名字あるあるの頭を用意させていただきました。これいいとこ持ってくるわ。確かに。天ヶ崎男女混合戦でしたよね。そうそうです。なので女子も結構多くて、中村かなえさんはいました。確かに、はい、ただね、虫券これすげえ難しいのが、中村かなえ選手と中辻さんもいたのよ。中辻さんいた。で、中辻さんがめちゃくちゃ出てんだよ。地方亭よしよしよし吉川吉岡吉川吉岡吉岡誠とかいなかった。昨日あれだけやってて、なんで覚えてないんだ。これ女子レースさ、もういい。あ、そうだ、あ、分かった、はい、吉田歩美だ。そうだ、吉田歩。あの吉田のアンズのアンにミってか。でも、あの子1コースもらえるんですか。でも、もらえんじゃない。そしたらこれ、申し訳ないけど、一応でやばいっすよ。じゃあ2番、岡雄心。岡村さんとかは岡瀬さんだ。岡瀬まさか。岡瀬さんいた。さすがにいた、いた。岡瀬、じゃあこれ2-1じゃん。あの、チャンスカードいきましょう。うん、あ、そうだ、そうだ。第3。第3お願いします。4番。4番はですね、はい、一文字検索という。あつい。漢字一文字検索して、はい、候補を見ることができると。はい、じゃあ4号手にしよう。うん、はい、じゃあこの中から見ていただいて。これ下に行けばいいってこと。下に行けばいいです。まさに千番台。千番台やめてよ。あ、大崎翔いた。いや、俺も大崎翔くんいたような気がする。違うわ。大西健だ。あ、大西健もいた。大西健。いたいたいた。大西健だわ。この2択でもう一個開けてみようよ。じゃあ1で。はい、チャンスカードの1番は下の名前でございます。おお、来た。3にしとこうか。3の方がいいかもな。うん、あ、中津。もう2と3がはっきりした時点で、これ簡単なレースになりましたわ。うん、2-3-3-2の折り返しからの4-6と3-4からの2-6。ポイントがその5と6がはっきりしてないところで、うん、その2択で僕は6を選んだってところなんですよ。あ、5を外してますね。そう。藤井徹。あ、藤井徹いた。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 やばい。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 藤井徹いた。
藤井徹だ、間違いない。これ藤井徹の方がいいわ。これだ、これでいこう。すごい、これナイス。2差3人の4号、3、4からの2号で、ここ間違ってる可能性ある。確かに。やばい、やばい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 、待って、吉田健太郎がいた、いた、吉田健太郎がいた。まあ吉田亜美ちゃんのパターンも想定しながら買うわ。確かに。じゃあちょっと予想変えます。3、2からの4号、3、4からの2、5、6で、2、1、3、2、3、4、5ということで、吉田亜美さんだったらかなり期待度が高いよ。吉田亜美ちゃんこの番組組まれたら結構無理ですよ。いや、そんなもんよ。そんなもんや。そんなもんなんそんなもんよ。さきた、どう、あれ、あれ女の子っぽくない、女の子っぽくない、どう、どうだ、ちっちゃいよな、ちっちゃいような気がしない、赤い、赤い、白ー、あー、ケンタロウだ、ケンタロウ、これ吉田ケンタロウ、うん、吉田合ってますよね。あれ、赤になりましたっけ。あれ、いや、そもそもあれなんないんじゃなかったっけ、吉田も、え、風強いな、結局何も分かんなかった、何も分かんなかった、何も分かんなかった、向かい風、向かい風、向かい風、ちょっとちっちゃいような気がします、向かい風4メーターぐらい、なんか体型ちっちゃかったよな、ちっちゃかった、ちっちゃかった、なんかちっちゃい感じがしましたね。まあでも分かんないですね。尼崎は赤じゃなかった、いや、プレートって全員赤のところもありますもんね。それ戸田とかじゃない、戸田か、向かい風強いな、これ横風な、だけどちっちゃいな、1号艇、なんとなくね、一番遠くにいるからちっちゃく見えるだけで。さあどうだ、さあ行け、あ、2ちょっと遅れてないか、よしよし、2遅れ、いったいったいった、ダイさんある、これあるよ、いった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 、あ、これ3人だよ、3人だ、よっしゃよし、ウリケウリケウリケ、ブソブソ、あ、いや、ちょっとさせるだろ、させる、あ、213ある、213、あー、帰ってこないか、これね、4がね、大西くんだったらすごい出てんだよな、あ、やばい、やばい、14だ、これ多分この伸びは大西だな、そうだね、大西くんだね、大西だ、この伸びは、この伸びは大西、これ1はじゃあ吉田健太郎くんだね、吉田健太郎くんだね、あとね、この2マークが、あー、ここはもうみんなうまいもんな、帰ってきた、1だ、これ4出てるな、出てるね、直前、これすごいな、いいね、これ伸びてるから、これ大西くんですよ、多分出てんの。これ、それは間違いないよね。間違いない。あー、中辻、岡瀬、あー、間違いない。あなたは岡瀬ですよね。うん、ここは、もう、まあ、ここはもう当たってんだもんね。あ、まあ、一番だ。いやー、フラケン的にこれなんか悔しいな。いやー、ついてる。本来だったらやっぱこういうところを取っていかなきゃいけないゲームだからね、うん、昨日見ててこのまま出走見たら我々勝ってるかもしれないですね、勝ってるよ、それは感じた、はい、いや見たかったですね、出走表、なんでこんなのやったんですか。あ、よし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 、よし、6対1あるぞ、6対1あるぞ、よし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 、誰なんだ、誰なんだ、教えてくれ、誰分かってんだ、誰なんだ、岡田さんはとりあえず勝ってるし、あ、でもどうする、どうする、いやー、